お疲れ様です。ベーシストのリュウジです。今回はかっこいい方角のスラップ5選ということでね、まぁ、ちょっとこれね、引き続きバージョンなんですよね。1があるんですよ。最近1やったんですよ。1やったんですけど、もっとかっこいいフレーズあるぞってことで2もやろうってことだったんですよね。トータル10個くらい紹介してるんで、よかったらね、前回の動画も見てあげてください。まだ低音研究部に入部してないという方はチャンネル登録のボタンを忘れずに押して帰ってください。神戸大阪でレッスンになってますので、興味のある方は概要欄の G メールアドレスの方から連絡ください。それでは早速いってみよう。スラップ5つ紹介させていただきました。いや、僕が知らないだけでね、まだまだあるんですよ。で、方角のスラップの中でもちょっとね、えぐいぐらい難しいやつもあるはずなんですよ。まあ、僕が多分おそらくコピーできんようなやつとか、まあ、そういったのはちょっとね、僕ができないんでね、紹介できないんですけれども、まあね、かっこいいスラップフレーズなんかが僕がもし発見することがあれば、まあ、随時ねこのチャンネルでちょっとね紹介していきたいと思います。死ぬほど難しいやつはちょっと厳しいですね。サス4で無理なやつもあるかなって感じです。サス4でギリいける曲もあるよぐらいの、半々ぐらいねっていう感じですね。最後までご視聴ありがとうございました。各 SNS 毎日更新してますので、よかったらフォローの方よろしくお願いします。この動画がいいと思いましたら、チャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様です。